南町は徳島県南部に位置する町。南町日和佐地区の中心部役王子の東側にある古くからの商店街奥河内麻寺前で撮影山間部の集落赤松あざた高瀬で撮影徳島県の南部の太平洋沿いにあった海部郡日和佐町という基調が合併し2006年に誕生した町である。日和佐地区は四国88カ所霊場。 薬王寺の門前町であり、門前の桜町通りには、商店が軒を連ね、総じて落ち着いた街並みで新日本観光地100選に選ばれているほか、吹きと花火などでも知られる赤松地区は、美しい日本の村景観100選に選ばれている。また、室戸阿南海外国定公園に属する地域であり、海亀が産卵に訪れる美しい浜辺や、海の幸も観光資源となっている。 四国地方の NHK テレビの天気予報では、徳島県南部を代表して、南が予報地として報じられる。近年は、足湯もある道の駅日和佐が新たな県南部の交流拠点、情報発信基地になっているほか、日和佐道路の開通で従来不便だった雪地域との連絡も改善された。2007年7月に、徳島県内では初めて、 南町内の商店からレジ袋の有料化を実施し、同年10月には海部分山庁に実施を拡大するなどしている。同協議会は2007年11月23日、農林水産省による農林水産祭村づくり部門の最優秀賞の天皇杯を受賞した。海部山地の北部にあたり、沿岸は太平洋に面している。西部は八郎山。 道義山等の最高峰から赤松川や日和佐川の源流となっている。赤松川は中川に注ぐが、川沿いには新植河平野や大石平野による小規模な高地や盆地を形成している。日和佐川は山口谷川や白沢谷川などの支流が東へと合流する。及山を源流とする北河内谷川と合流し、日和沢根へと注ぐ。下流には、 中積平野があって、高地となっている。日和佐川の河口は、人口密集市街地となっており、漁港も形成されている。奥方川の下流域は、湿田が見られる。山、川、島合併以来人口減少の一途をたどっていたが、2014年には6人の、転入町となった。太平洋側気候に属する。 全国でも上位1割に入るほどの降水量を誇る田内域である。徳島県内の気温は沿岸部で高く、県山を中心とする山間部で低くなる傾向が見られる。鶴剣山と日和佐の気温差は8月に約摂氏12度、1月に摂氏14度ほど異なり、冬場の方が暖かいということが言える。日和佐非前神の子孫の話が、 阿波藩を八すし処分業格80国余りを治業また薬王子は治業として15国を賜った。南長章2006年3月31日制定行地区、日和佐地区日和佐駅長役場の最寄り駅は日和佐駅である。特急列車は行駅と日和佐駅に停車する。タイノ浜駅は海水浴シーズンのみ営業する。 南町中心部を縦断する国道55号区、河内浅島へで撮影。ありがとうございます。